こんにちは、時間の森工房の飯塚ゆきです。かぎ針編みの編み込みの動画を撮りたいと思います。まず細編みを輪にしてあります。輪にしてる方が柄が綺麗に出ます。これ配色ですね。糸をね、乗っけて、まあ、立ち上がりの鎖を一つ編みました。で、細編みをしていきますけれども、編み込みの時は筋編みの方が綺麗に柄が出ますので、ここの奥の1本だけを、見えるかな、奥の1本だけを拾って編みます。その時に配色の糸は乗っけますね。で、これで細編みをします。私はちょっと糸を、配色の糸を手前に置いておくのが好きなので、こんな感じ刺します。そして細編みします。のっけといて、こんな感じで、で、裏にも糸が渡ってない、で、真ん中に糸が通ってる状態です。このように糸を編みくるんで編んでいきます。で、色を変えたいときは、まずこの色を変えたいときですね。まず刺して、ここまで土台の色ですね。で、次に変えたい色、変えて細編みを編みます。そうすると、うちのここは土台の色でちゃんと四角ができて、次の細編みのところにいい配色が出ます。そしたら今度は刺して、これが今度中にくるまれますね。黄色がくるまれる糸になります。で、グリーンを引っ張り出して、こう、そうすると今度黄色が編みくるまれていきます。よいしょ、黄色が編みくるまれる糸ですね。こんな感じで、また次黄色に変えたいときは、よいしょ、ここまでは、こんな感じで、ここまでグリーンで色を変えたい、黄色に変えて見抜きます。で、次は黄色を編むので、刺してグリーンを乗っけて、こんな感じです。ね、で、どうして手前に糸、編み込む糸を手前にやってるかっていうと、後ろに回してこう編んでいくのもありなんですけど、私はちょっとこれが下手で、後ろに糸が、あ、見えるかな、緩んできちゃったりとか、ここですね、してしまうんですね。なので手前に置いて親指で押さえて編むと、こう、なんだろう、糸の渡ってるところがあまりつれたり緩んだりしにくいなと思って自分では編んでます。多分あの人それぞれ違うと思うので、いろいろ試してみてください。以上。